県内 NPO 代表の工藤康史です。県内 NPO は昨年ですね、韓国のシンクタンクである東アジア研究院 EIA と共同 です。日韓未来対話という市民型の対話を想定しました。今年はその2回目になりまして、4月18日からソウルでですね、対話が行われることになっております。この対話はですね、これまで行われている日韓のさまざまな対話とは少し異なってですね、対話自体がオープンだということです。そしてそれだけではなくて、必ず両国の共同世論調査を通じてですね、国民が何を今考えているのか、お互いの相互理解やその知識やそのコミュニケーションのいろんなギャップとか認識のギャップですね、そういうことをちゃんと浮き彫りにした上で、やっぱりこの対話に臨もうということを私たちは考えております。ということで7月の10日に、ソウルでこの共同記者会見を行ってですね、世論調査のことを発表しました。この内容に関してはもうすでに日本のメディアや、世界でもこの内容を取り上げられましたので、皆さんもご存知の方も多いと思いますが、今日はこの世論調査の中身についてですね、一体これをどう読めばいいのか、この認識の背景にどんなもの問題があるのか、この世論調査の中から日韓の関係改善に向けた何かの手がかりがないのだろうか、そういうことについて皆さんと話をして進めてみたいと思っております。ということでゲストのご紹介をさせてもらいます。まず国際交流金の顧問で韓国大使も務められた小倉和夫さんです。小倉さん、よろしくお願いします。小倉さんは日韓未来対話の日本側の座長として一緒に行っていただくことになっております。続いて日本放送協会解説主幹でソウル支局長も務められた出石忠さんです。出石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後にですね、慶応義塾大学法学部政治学准教授の西野純也さんです。西野先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はですね、この3方でこの問題を議論して進めてみたいと思っております。でまず早速なんですが、今回の対話、世論調査の内容、日本のメディアもですね、いろんなところを注目されて、書かれ報道されたんですが、私はですね、基本的に、厳しいのは当たり前なんですが、なんか少し変化があるなと。つまり市民層の中に今の日韓関係なり、そのお互いの国民感情をもっと冷静相対化してですね、冷静に見る目が存在してるんだなということを非常に感じたんですが、皆さんはさてどういうふうにお考えになった、お感じになったかということからちょっとお話を進めてみたいんですが、小倉さんどうでしょうか。私はね、はい、一番今回の世論調査の結果を見ましてね、はい、深刻に思っておりますので。深刻ですか。日本の対韓感情の悪化なんですよ。これはものすごいパーセンテージポイントで悪化してますね、はい、ですからその韓国の対日感情というのは大体、この平行線をたどっているので、そう急激に悪くなっているわけじゃないんですね、うん、私はね、その日韓関係の悪化とかっていう時に、現在、この世論調査の結果だけではなくてね、深刻に考えるべきは、日本のにおける、対韓感情の悪化だと思うんです、これはものすごい勢いで悪化しますよ。ただ悪化してるだけじゃなくて、問題はですね、幸いこれを政治的に悪用しようという人はあまりいないと思いますが、商業的には非常にもう使われてますね、ですから、この傾向を利用して、韓国に反感的なことをね、書けば売れるとかね、物が売れるとか、そういう意味で商業的にこれが利用されてるわけですね、でこれはこれがね、進むとね、さらに深刻な事態になりますよ、私は今回の世論調査の中で、一つ非常に深刻に思っているのは、これは日本人も考えなきゃいけないんですけども、韓国の人も考えてもらわなきゃいけないのは、これを放置していいかってことなんですよ、だからその関係の悪化とかいう前に、日本のですね、やっぱりこの対韓感情の悪化っていうものね、これはまあ原因なのか、それともある日韓関係が悪くなった結果なのかね、これは何が原因と何が結果かって難しいと思うんですよ、原因と結果っていうのはなかなか分けにくいところがありますからね、しかし私はこの問題が一つで、非常に深刻じゃないかと、こう思ってますよね、はい、じゃあちょっとまた後からも井出さんどうでしょうか。2013年に同じ調査やってますよね、はい、日本人で韓国に良い印象を持ってる、あるいはどちらかといえば良い印象を持ってる、これ足した数字が、2013年は 31.1%、今年2014年は 20.5%、 10% 落ちてるんですね、はい、これはやはり1年で 10% 落ちたというのは、これ非常に深刻なものだと思います、で2000年代の前半から2010年ぐらいにかけて、いわゆる韓流ブームというのがありましたよね、あれで日本人の韓国感情が非常に良くなった、でそれがもうそのトレンドが変わってきてですね、韓流からいわゆる嫌韓に、そういうこう
トレンドが変わってきてるんじゃないかな、うん、それを示す、まあ、数字じゃないかなと思うんですね、うんうん、で大事なのはそういったトレンドが変わってるのが一時的な傾向なのか、うん、それとももっと構造的な不可逆的な変化なのか、そこを見極める必要があると思うんですね。日韓関係というのはいい時もあれば悪い時もあって、うん、噂はどうしてもこう景気と同じように循環しているわけですけれども、うん、もしかすると私は韓流ブームというのは、うん、まさに単なるブームに過ぎなくって、うん、非常に上辺だけの韓国理解によって一時的に日本人の韓国に対する印象が良くなっていたんだけれども、うん、それは単なる一時的なブームに過ぎなくって、うん、そのブームが過ぎ去ってまたむしろ本質的な、うん、問題というものが吹き出してきて、それがより深刻になってきているんじゃないかなと、うん、そういう心配を持ってしてますね。はい、わかりました。ちょっとじゃあ一回西野さんどうですか。今、3人の方々おっしゃったことすべてに同感なんですけれども、うん、とりわけ小倉さんがおっしゃったことに私強く同感をして、同様に危機感を抱いております、うんうん、はい、やはりその日本の対韓感情の悪化というのはこの世論調査からも出ている通り極めて急激に進んでいて、でかつ改善の兆しが私が見るには相当時間かかりそうだなという印象を持っております。で一方韓国の側はこれも昨年今年の調査からも明らかように比較的コンスタントに日本に対する厳しい認識というのがあるんですね。しかしながら昨年の秋以降とりわけ韓国のメディアではやはり日本との関係が大切だと何とかしなければいけないという声がかなり出てきていて、これは安倍首相の靖国参拝以降も引き続き続いているんですね。そういった状況の中でやはりその日本から見たときに我々の側の対韓感情をどういうふうにこう改善していくのかというのが大きな課題だというふうに思います。でこの原因は私はやはり両国の指導者ですね、韓国のパク大統領、それから日本の安倍首相がそれぞれやはり両国の国民から見ればその国を代表しているというふうに見るのはまあ比較的当然のことですので、うん、この2人の指導者の言動というものが両国の感情に非常に大きな影響を与えている。とりわけ日本の対韓感情というのは、うん、朴大統領の言動というのが非常に大きく影響を与えているというふうに考えています。はい、今お話を伺ったらやっぱりその日本の対韓感情の問題に皆さん焦点当てられたのでちょっとここをまずちょっと突っ込んでみたいと思うんですが、まあ、さっき出石さんもおっしゃって今西野さんも原因の問題言いました。出石さんはこれが一時的な問題なのか継続的かなり本質的な問題なのか、まあ、それがあと原因はどうなのかっていうところで議論があったんだけど、大村さんはどう見てるんですか。まあ、僕はねこの問題を考える上での一つの鍵はね、この世論調査の結果にあると思うんですよ。はい、この世論調査を見ますとね、韓国人はね日本人の性格についてね、その勤勉だとかですね、礼儀正しいとかね、結構ねそのポジティブな、ね、そう冷静に見てるのがあるんですよ。まだ冷静に見てるとか、親切とかね、日本人はよくわからないという回答が圧倒的に多いんですよ。うん、韓国人の性格についてよくわからんというようなことが非常に多いんですね。つまりねこの知識ですね、韓国人の方がやっぱり何はかんとは言っても日本人のことは分かってる、まあ、知識の上ですよ。うん、で、まあ、少なくともまあかなり分かってる。日本人はね、まあ、さっきのお話じゃないけど韓流ブームはあるんだけどもあったんだけども、韓国人に対してやっぱり知識、まず韓国人で知識、韓国の歴史とかですよ、あるいは今現在の韓国社会についての知識のね、そもそもが少ないんじゃないかと思うんですよ。うん、まあ、ある程度はありますよ、もちろん韓国人に比べれば少ない。うん、それでね、その問題はね、その知識が増えれば好感度が増えるか、これはね、この相関関係というのは非常に難しいんで、まあ、私は文化交流事業をやっているときに、まあ、莫大なお金をかけて調査したことがあるんですがね、一体知識の増加が好感度に結びつくかって、いろんな国に合わせて、で韓国と日本の場合はね、面白い結果が出てまして、いろんな層にアプローチしますとね、あるところまでは他にいかないんですよ、知識が増加、増大して。ある程度かなり深くある程度か中間からこうさらにね知識が増えてくると好感度が増すんですね。うん、ですからねちょっとしたある程度の知識ではまあ大したことにはならないんですよ。ということはどういうことかというとね、やっぱりね日本人はやっぱり韓国人をもっと理解する必要がある。うん、でいわゆる韓流ブーム的なまあものだけじゃなくて、まあ、歴史とかね、それからまあ現代の小説とかですね、キムチだけ食べててもダメなんでね、はい、そこのところのね、やっぱり日本人がもっと韓国を理解するというところがね、はい、理解するというのは知識の上で少なくとも、はい、それがまあ一つのね、はい、まあ、ポイントじゃないかと、はい、思ってるんですか、ね、ですね、僕もちょっとここを考えたんですけどね、ただですね、
確かにあの日本の体感感情が悪化したというのは数字上そうなんですが、一方でその気になったのは、非常に相手が嫌いになったときに、その例えば韓国といって思いつくことは何かといったら、そのキムチじゃないけど韓国料理と答えるんですね。で僕も実を言うと何かというと韓国料理って最近言っちゃうわけですよ。でそれはまあ、本当に嫌いなんじゃないんじゃないかと、まあ、なんとなく昔こうよく分からなくて、その韓流ブームでさっき秀吉さんおっしゃったようにいろんな形でみんないいなと思ってた形がちょっと冷めててですね、その中でやっぱりその相対的にそれが悪化してるというだけなんじゃないかという気がちょっとしてるんですけど、小倉さんもっと悪化してるっていうイメージなんですかね。僕悪化っていうか、少なくともその、うん、今日その世論調査の統計によれば悪化してる、悪化してるからね、はいはい、そう悪化してないというんであればね、はい、やっぱりその証拠が必要でしょ、はい、で伊藤さんはあれですか、もう管理部門は完全に剥げちゃってね、本質的なこう岩盤が表に出てきたっていう、したら意外にお互い知らないし、日本の人はあんまり韓国知らないし、うん、そういう形でその悪化、あのちょっとしたあの印象がこう、まあ、韓国の人たちは日本が嫌いだっていう感じの方が出てますね、それに追いかけてきてるというふうな感じの捉え方なんでしょうか。そうですね、まあ、私メディアの人間なんで、うん、このメディアについてのね、結果非常に関心を持って読んだんですけれども、うん、国民感情とメディアの報道と、うん、要するにメディアの報道の仕方に問題があるんだと、うん、今お互い嫌いになってるのはメディアの責任が大だという、うん、まあ、結果ですよね、うん、でまあ、メディアの人間としては非常に悲しい結果ですけれども、うん、まあ、ちょっと冷静に考えてみますとね、韓国のメディアほど日本で身近に接せられるものないんですよ、うん、例えば韓国の中央3紙はインターネットで日本語で全部読めるんです、ただで、うん、これアメリカのニューヨークタイムズもワシントンポストも英語でしか読めないですよね、うん、日本語でもう大量の情報をただで誰でも日本人は接することができるんですね。ですから情報量という点ではものすごい量が日本に入ってきてるんです、うん、でもそれが結果的にはいい方向じゃなくてむしろ悪い方向に左右している、うん、まあ、これはまあ韓国のメディアの報道の仕方というのもまあ非常に激しい言葉を使ってですね、まあ、どちらかというと恣意的な報道が多いので、うん、それに対してそれに接することによって逆にまた韓国に対する反発心というのは強まってしまうという、うん、まあ、そういうこう悪循環にも起きてるんですけれども、うん、情報が少ないから相互理解が進んでないんだということではなくて、うん、むしろ情報が多いがゆえに、こう嫌韓的な感情というのが出てきちゃってるっていうね、ここは非常に難しいところだと思うんですよね、うんうん、なるほどね、いやなるほどねって感心しちゃったりなんですけど西野さんにちょっとお聞きしたいんですけどね、さっき政治指導者へのこう反発が結構一つ寄与してるんじゃないかとおっしゃったんですが、このアンケート、まあ、その調査結果を見ると韓国の方が日本の安倍さんに対して7割ぐらいがマイナスネガティブな評価で、パク・クネさんに関しては日本は4、まあ、でも多いですけどね、これがやっぱりあれですかね、政治指導者のそれがその今 の, その印象悪化ということをというさっきおっしゃった原因の一つだとおっしゃってましたけど、それはどういうことなんですかね、日本の国民ですよね、うん、まあ、私 の,感覚というか観察で申し上げると、うん、やはり韓国の側から見た安倍首相というのは、うん、2012年12月の総選挙の時の、うん、自民党の公約を華々しく叫んでいた時の安倍総理なんですね、うん、したがってあの時にいろいろな発言をされて、うん、政権を取った後にむしろ自制している安倍さん安倍首相というのはむしろメディア、うん、韓国のメディアはあまり報じていない、うん、したがって、自民党総裁選あるいは自民党が勝った総選挙の時に作られた安倍さんのイメージというのが非常に強くて、うんうん、で今般の集団的自衛権の行使容認の動きなんかもそういった文脈で捉えられている、うんうんうん、したがって、まあ、世論調査の結果からも出ているように日本は軍国主義の道に歩んでいるというふうに見えるわけですね、うんうんうん、で一方に韓国から見た日本から見た韓国というのはやはりこれも日本のメディアで散々報じられたように、うん、そのいわゆるパク・クネ大統領の告げ口外交というような形で、うん、アメリカに行ってもヨーロッパに行ってもどこに行ってもその日本の歴史認識を厳しく批判する、うん、もうこりごりだということが、まあ、メディアを通じて報じられる、うん、まあ、それは日本の国民もそうだなというふうに受け止めている、うん、まあ、したがって指導者の言動とそれを伝えるメディアという形で、うん、そうお互いの国のこうネガティブな感情というのが非常にこの1年2年かけて増幅してきているというふうに私は見ています、うん、
あの小川さん、今の話なんかありますよ、今の政治指導者と、ね、あの挙動さんからの、ね、はい、言葉遣いにちょっと、ね、注意していただきたいのは、はい、関係の悪化と感情の悪化は別なんですよ、うん、なので、だ日韓関係の関係が悪化してるということと、日本と韓国民の感情が、うん、感情お互いの感情が悪化してるということはね、はいはい、本来的には別だと、はい、もちろん関連してるんですよ、非常に関連してるんだけど、うん、本来的にちょっと別だ、ここちょっと区別しないとね、うん、そのちょっと混乱が起こるから、はい、私が言ってるのはその感情が悪化してるって言って、関係は僕は人がいいほど悪化してない、うん、感情です、僕が言ってる、ね、私が言ってるのは日本の体感感情が悪化してる、うん、日本人の、うん、これは間違いない事実だと思うんですよ、うん、いろんな統計見ても、うん、しかし日本と韓国の関係悪化してると皆さんおっしゃるが、悪化してる面もあるけども、経済的なことよく統計を見てくださいってわけだ。だから私はさっきからの知識とか事実を申し上げてるんだけども、うん、投資にしろ経済関係にしろ、これは決して悪化などしないんですよ、うん、むしろどん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 良くなってますよ、まあ、良くなってるかどうかは別としても深くなってますよね、うん、深く広がってる、はい、だからね、その関係悪化してるっていうのはね、わ、はい、かりました、ね、とちょっと、はい、混乱しないで、いや、あの今あまり混乱してないのでちょっとそれ後から整理しますけども、うん、でその前にですね、ちょっと感情の問題なんですけど、うん、一方でその国民感情 その印象が悪くなったという人たちに、じゃああなたはその今のこういうふうな国民感情の悪化をどう思いますかという質問を加えたところですね、非常にこれは非常に望ましくなくて悲しいことだと、それから問題であり、それを改善したいという声がその韓国で7割あり、日本には6割あったんですね。この現状をどう理解するかという問題、これは感情の話ですけど、井出さんどうですか、ここあたりは。うん、じゃあ誰が良くするんですかね。うん、その問題はあるんですが、ね、うん、よくしたいと思ってる、うん、まあ、そこまではいいですよね。じゃあそのためにあなたはどうしますか、うん、大統領を交代させするんですか、それとも何かやるんですか、うん、そこがないと、うん、ただ困ったもんですねって言ってるだけの数字かもしれないですよね、うん、だから本気でよくしなくちゃいけないと思って何か行動を起こしてるというそういう数字があれば、うん、僕は支持しますけれども、そういう裏付けがもしかしたらないのかなっていうちょっと印象を受けますね。今の話はどう、ちょっとじゃあ西さん、時間もあれなんですけど、ちょっとですね、今のその国民感情の問題に関してこう悪化していくことが当然になってるんじゃないかと、それに対してこう疑問視したりでですね、そういう課題認識としてですよ、そういう状況がどうかということが国民の認識の中でどうなのかということをちょっと調べてみたかったんですね。ひょっとしたら他にもそういう調査があるのかもしれません。したところやはりそれぐらいの感情があったということは、課題認識としてはですね、お互いのこう感情があることに関してはそこまで対立感情があるということとか、マイナス感情があることは望ましくないという評価があることは、何かの今後の手がかりになるように思ったんですが、どうでしょう。そうですね、この調査は私 の、 観察感覚とも一致してるんですけども、うんうんうん、ただ韓国の側がより日韓関係改善すべきだという思いが強いんだと思うんです、現状では、うんうん、むしろ日本の方が韓国との関係、まあ仕方ないや、まずはそれよりも中国だと、日中関係改善すれば韓国もついてくるんだというような、うん、感覚が非常に強いと思うんですね、うん、まあ、それはやはりお互いの国にとってのある意味こう相手国の重要性に対する認識を反映しているもの、日本から韓国からすればやはり日本との関係、まあ、今中国との関係、アメリカとの関係が重要だというふうに言われているけども、やはり日本との関係も本当は重要なんだという認識は潜在的にかなり強い、それが関係を改善しなきゃいけないという表れになっていると思うんですけども、残念ながら今の日本、世論というのはそういった認識、日韓関係が本当に重要なのか、本当に関係し改善しなければいけない関係なのかというところに対する迷いというかいうのが、なんかこの世論調査から読み取れるような気がしました。それは非常に重要な論点で、私もそう思っているので、またちょっと後から今の話は進めたいと思います、うん、とりあえずここで休憩を一旦入れます。民主主義の試練の最中にあるというふうに思ってるんです。どういうことかと言いますとですね、かつて日本が高度成長期にはパイの配分をめぐってですね、かなり民主主義が機能しました。しかし日本が平和な成熟国家に到達した時点でですね、国民が大きな問題に関心をあまり持てなくなって、自分の利害に関心を強く持つようになった。でこれにですね、政治が敏感に反応して、まあ、いわゆるポピュリズムのような現象が起こっていると、こういうことになると民主主義はある意味民主主義であるがゆえに自ら機能のレベルを下げていってしまうと
ということになるわけなんです。そこで必要なのはですね、私はオピニオンリーダーの存在だと思うんですね。国民、政治家、政党それぞれしっかりしてほしいと思いますけれども、まず言論界なりメディア界がしっかりしたオピニオンをですね、信頼できる形で発信すると、国民がそれを聞いてですね、判断の材料にしてもらうと、そういう役割が今の日本に少し少ないんじゃないかというふうに思います。ですから言論 NPO としてはですね、このオピニオンリーダーの役割、しかも公平公正信頼できるオピニオンリーダーとしてですね、活躍されるということが必要なのではないかというふうに思っております。はい、じゃあ議論を再開したいと思います。さっきちょっと小倉さんから出てですね、やっぱり国民感情、相手国に対する印象と政府間関係に対する評価という問題は確かに違うんだと。でこの日韓の関係です、これは政府間を含めた関係ですね。でここのところに関しては今回の調査では非常に悪いというのが多いんですね。日本では7割くらいで、韓国8割。それで私が非常に気になったのは、そこ重要だというのは6割7割で、日韓関係は重要だというんですが、今後の先行きもですね、改善の見込みをほとんど両国の国民はあまり見込んでないと。逆に韓国の国民の方は4割ぐらいがさらに悪化するのではないかと印象を持っていると。一方でさっき西野さんがそういう話をされてたんですが、結局その何て言うんですか、政治主導者に対する評価がやっぱりお互いの国民の中にかなり高くなっていると、マイナスの印象がですね。そのためにですね、政府間外交は今機能してないんですが、いろんな形で首脳会談を必要だと思う人は日本と韓国が大体7割8割圧倒的にあるんですが、その中で韓国の人は8割のうち7割がそんなに急ぐ必要はないと、日本も4割ぐらいが急ぐ必要はないと言ってるわけですね。つまり日韓関係は重要なのに非常に先行きも含めて悪い、それから政府間関係、政府指導者に関する印象が悪いであれば、本当はあったら首脳会談をして何かを課題解決のために対話があってもいいんですが、それに対しても急ぐべきではないという認識が国民間に多いわけですね。ここあたりはどう見ればいいかということで、ちょっと今度逆回りで西野さんからどうでしょう。そうですね、韓国の方々は関係改善すべきと強く思っていると思うんですけども、であるからこそ首脳会談できっかけを作りたいという認識が強いと思うんですけども、一方で、やっぱり現状は首脳会談をやってもなかなか改善できないということも非常によく分かっていらっしゃるんだというふうに思います。とりわけ、パク・クネ大統領の慰安婦問題等に関するスタンス、非常に強固なものがあって、全く変わっていないですから、安倍首相とパク・クネ大統領の組み合わせでは、なかなか突破口は開きにくいんだなという認識のもとで、急ぐ必要はない、急いでもいい成果が出ないというふうに思っているんではないかというふうに思います。なるほどね。すると当面はしょうがないなという感じの状況ですよね。そうですね、ただ韓国のメディア等を見てますと、政府の外交に対する批判というのがかなり強く出てきているんですね。したがって、メディアも含めたいわゆる世論というものは、日韓関係本当にそろそろ何とかしなきゃいけないという声は非常に私強いと思うんです。ただ残念ながらそれが青瓦台大統領府の政策にはなっていないんですね。そこが率直に申し上げて、今の日韓関係、とりわけ韓国側に原因を探したときに、非常に多くの部分というふうに私は見ています。はい、井出さんにお聞きしたいんですけど、今の話もちょっと触れていただきたいんですが、さっきご発言があった点なんですが、今の西野さんの話がちょっと一つのヒントに僕はなったと思うんですが、やっぱりさっきの国民感情的にこの状況は問題だと、と言ってるんだけど、一方で政府間外交に関してなかなか厳しい見方があると。ひょっとしたらこれは今までだったらですね、多分その対立をやっぱりお互い政府間外交の交渉に求めてしまって、その中でこれを やらない限り治らないみたいなアプローチが結構あったんですが、ひょっとしたらその国民サイドでは政府間での悪化を相対化してですね、
少し距離を置いてるんじゃないかという気がちょっとするんですね。つまりそれは相手に対してだけじゃなくて自国の外交政策も含めてですね、というような形でこうなんか冷静なあの目があるんじゃないかという気がちょこっとしたんですね、この分析をしていると。そこあたりも含めて井出さんどうでしょう。あの今の日韓の関係の悪化、あるいは感情の悪化というのは、私は日本も韓国も韓主導の要素が非常に強いと思うんですね。普通はその国民感情はいろいろな感情があって、お互い、摩擦もあったりするんだけれども、政府なり外交当局がそれ、歴史の問題なりあるいは領土の問題が、顕在化しないようにうまくコントロールするというのが、普通の政治上の姿だと思うんですけれども、今の日韓関係というのは逆にですね、政府なりあるいは国の指導者が、むしろ火種をまいて、それによって国民の感情が、影響されているという、非常に官主導の要素が非常に強いような気がするんですね。そうですね。その結果としてちょっとそのまさにバランスを取ろうという動きとしてですね、むしろ民の側からこのままじゃいけないというような、動きが出てきているのかもしれないですね。そうなってくるとそれを打開するっていう方向をどう考えればいいかという問題が出てくるんですが、ちょっとですね、今の話がちょっと重要だったんで、ゲノピョーの5000人ぐらいに登録されている有識者にアンケートで聞いてみたんですね。今の日本人6割、韓国人7割が今の国民感情が悪化することに対して望ましくない、改善すべきだと認識を示したと。これをあなたはどう評価しますかってとこにちょっと答えがあってですね、一番多かったのは現状を疑問視する声が国民にあることは分かったが改善の展望まで持っているわけではなく楽観できない、多分それが今官主導と市民との多分今いいとこ、そういうことに近い話だと思うんですね。2番目が国民レベルでは状況を冷静に判断し改善を希望している声が出始めていること自体は評価すべきだとということですね。で次に多かったのが、その僕がちょっと今質問したことなんですが、政府間の対立に距離を置く見方が国民レベルにあること自体が興味深いと、これが 30% あるわけですね。で多分ここの3つの中に1つのこう何かの答えに近いところがあるような気がするんで、小村さんどうでしょうかね、今のちょっと話されてることは。私はね、そのさっき出口さんが言われたことは半分正しいと思うけど、僕は半分正しくないと思う。でどういう意味かというと官主導ではないと思う、半分は。どういう意味かというと昔はね、政府が乗り出す、政府が国民がそう、反韓、反日、反米と、いやまあ待てと、日本の利益のためにそうはいかないんだよって言って、向こう側の政府と、悪く言えばギャングアップする、よく言えば連携してお互いが、お互いの両国益のためにですね、過激な国民感情は少しですね抑えていこうということが可能だったんですよ、日中も日韓も、日米も、日米はそうでもない面もあったけど、大体民主主義国家ではない、ないというところのこともあってね、中国共産党とかそういうこともあって、そういうことは可能だった。今はところがそういうことは、いろんな理由からできうまくいかないんですよ、だから私はね、そのこの今も多くのたくさんの問題ありますが、それについて、いやお互いの国益がこうじゃないか、だから国民感情がこうでもうまくこう過ごうと、こうにお互いやっていきましょうと言って裏で手を握ることはできない、それまたやるべきじゃないのかもしれません。そこがね一つ大きな問題なんですよ、だからそれはだからそういう意味ではお互いの政府間とか、あれ首脳同士にその信頼感がないということもその一つの理由になってるから、そういう意味では官主導型ということも間違いではないんですけどね。私はそういうね、その権力の持ってる政府がやれる限度がもうねないんで、非常に昔と比べると少なかったと思いますよ。ですからね、やっぱり市民の力っていうのが大事な時代になってるんですよ、市民が、市民自身がね、自身がその一人一人じゃなくても、もう少しいろんな形でですね、外交なりそれに乗り出してもらわないと、その政府自身がね困っちゃうんですよ、ね、今の話は非常に大事で、さっき井出さんが初めポッと言ったことに近いんだけど、結局そう思ってもじゃあ具体的な行動がないと確信を持てないっておっしゃってたんですよね。つまり確かに政府がやることは限られてて、世論という形成にしてもですね、市民側がある程度一つの、民間がですね流れを作っていかないとダメな局面になってきてるんだけど、なかなか動きがまだ一方でないと。ただ小村さん、僕はっきりこの今回の調査を見て分かるのは、今までのこの間の尖閣竹島からいろんな歴史認識が始まってですね、北東アジアで行われている現象というのは非常にナショナリスティックな傾向が始まってですね、
かなりそれに対してこう加熱して勢いがあって、それが至る所に出てきて、それを見て日本もなんだここああの今 の, あの反発を見て感情が冷えていくという構造がミラー効果みたいにちょっとあったんですね。ただこの世論調査を見てると、ナショナリスティックにこう官民が上げてですね、どんどん加熱してるっていう構造ではないですよね、うん、つまり冷めてますよね、一方でこう市民方が、うん、だからそう、いやだからそ韓国はそうかもしれない、私は日本のは冷めてると思いませんよ、うん、日本のやっぱ反韓感情っていうのはね、それは非常に深刻だってね、私はそう冷めてる、うん、はい、そうっていうのはちょっと言い過ぎじゃないですか、ね、あ、それは韓国の方ね、うん、韓国はにはそうしてるかもしれない、じゃあ日本はまだまだ燃えてると、日本は、まあ、燃えてるかどうか、今の話をちょっと聞いては大事なところなんで、燃えてるかどうかとしてね、私はそう簡単にね、うん、日本は健全な世論が勝ってる、いやいやいや、全然出てないか、ね、まだ勝ってない、ね、言うと簡単には言えな い, い、はい、今の話どうですか、それさっきの話に、あの西野さんおっしゃった話に近いんだけど、日本自体がこの問題を改善するっていう気持ちとか、日本自身がこうまだまだこう燃えてるんじゃないかっていう、あの伊藤さんどうですか、そこあたりは、あの冒頭感情の話しましたけどね、うん、まあ、私は感情についてはちょっとその非常に先発な表面的な理解しなかったんじゃないかっていう、まあ、ちょっと冷めた目で見てるんですけれども、ただやっぱり韓流ブームのやっぱり非常にこうポジティブな面というのもあったと思うんですよ。やはりその韓国に対するあるいは差別感なり偏見なりですね、そういったものがあれによってなくなった。私今でも印象的になるんですけど、あるあの日本の大学生と話した時にね、韓国の勉強してるんですよね、なんで韓国に興味持ったのって言ったら、ハングルが可愛いからって言うんですよそういう感情っていうのはやはり昔の例えば僕らの世代の日本人はなかなかなかった、うん、そういうそのバリアが取り払われたっていう非常にポジティブな面もあったと思うんですね、うんうん、ただ問題なのは今日本人がそのなぜ韓国との関係が大事なのか、うん、なぜ韓国を大切にしなくちゃいけないのかという意識、それはもちろん人によって違っていいと思うんですけれども、うん、それがやっぱりはっきりとこうイメージできてないんじゃないかと思うんですよ、うんうんうん、ヨンサムが好きだからとかね、カナが可愛いからっていうだけではそれはやっぱりその市民の力にはなりませんよね、うん、そこがねやっぱり僕は日本人の中の意識がないがために逆にその喧嘩本のようなものがですね、跋扈してしまうんじゃないかなという気がしますね、うんうん、今どうですか、なんか一緒にやろうっていうね、うん、気を残させないんですよ、うん、その問題があると思うんです、うん、私はまた両方に責任があるんですけどね、やっぱりね、うん、一緒に仕事をやろう、例えば一緒に何かしよう、うん、そういうことになると日本国民の方もね、やっぱりあの一緒にやる以上やっぱり相手が嫌いじゃ一緒にできないんでやっぱり好きになりましょうっていう話になるんでね、この一緒にやろうっていうことがいう気持ちがね、うん、向こうにもないしこっちもないんですよ。ないですか、はい、うん、いやあんまりないんですよ、ね、そんな問題です西野さんどうですか今の話、まあ、小倉さんがおっしゃったようにあの全くないわけではなくてあの例えば政府レベルで見ればその政権発足初期の時にですね、うん、まあ、日本からぬかが特使を送ったわけですし、さまざまなメッセージを投げている、まあ、韓国の側も朴大統領は必ずしもその日韓関係大切じゃないと言ってなくてむしろ大切だと言っている、まあ、しかしながら歴史の認識の問題というのが壁になっているというふうにおっしゃっているわけで、あのお互いにその政府レベルではそれなりに大切だというふうに思ってはいるんですけども、いかんせその乗り越えなければいけないハードル、まあ、とりわけ今慰安婦問題ですけども非常に壁が高いだけになかなかそこから前に進むことができないというのが現状なんだと思う。で、あの今回のその言論 NPO の調査を見て非常に私興味深かったのは、うん、はい、その市民レベルのお話が出てますけども、うん、韓国の中でその歴史の問題に関するその原因というか解決すべき課題としてもちろんその日本側の認識はけしからんというふうには言ってるんですけども、うん、一方でその韓国の反日教育や教科書の内容も問題があるというのが、そうなんですね、昨年の 7.5% から 27.2%、うん、あるいはその韓国の政治家の発言が問題だというのも 4% から 16%、うん、その自国の側にも問題があるんだという認識がかなり増えてきている、うん、まあ、ここはあのこの調査の中で非常にこう希望が持てる部分というか、うん、あの我々の側もあのきちんと受け止めて対応していく部分ではないかなというふうに思います、うん、そうですよね。だからこれ今のいや確かにそういう自分たちの問題を考える傾向が出てるんだけど、そうなってくると話し合いで民間レベルでは話し合いのあのベースというかあの環境は作れてきてるんじゃないかっていう点で、小倉さんどうですかね。だからさっきから何度も申し上げてるんで、うん、そういう機運はあるんだけども交流のための交流じゃもう大事なんですけども、うん、やっぱ一緒に何かやっていこうっていうね、
そういうやっぱりムードを作っていかないとね、日本と韓国の高校生交流でもね、だから交流をしている段階から一緒にプロジェクトを一緒にやろうっていうところが来た時に初めてね、非常に実のあるね交流になってるんですよね、だからやっぱり市民交流が大事なんだけど、その交流が何のための何をやる交流かって、そのところをね詰めていかないとダメな時期に差し掛かってるんじゃないですかね、せっかくいい土壌ができてきてるんだから、これあともう一つちょっとこのセッションで聞きたいのが、そのやっぱりそのさっきから出てるその政治リーダーのに対する反発という問題が確かにあって、そこに実を言うと問題が集中しているような感じがちょっとあってですね、ということはこれが取り残され、この人たちが変われば変わるっていうことなんでしょう、それともそんなレベルの話じゃないんでしょうか。井出さんと西野さんどう考えてますか。私先週韓国に行ってきたんですけども、最近の韓国の方々がおっしゃるのは、安倍さんに対する安倍首相に対する期待というのはもうないと、しかしながらじゃあ安倍さんが変われば関係改善するのですかというふうに聞いたらば、いや必ずしもそうではないと、非常に残念ながら、今の日本の方向性というのはその首相が変わったところでおそらく大きくは変わらないだろうと、おそらく日本の方向性、今進んでいる方向性というのはこのままいくだろうと、そういったことを考えたときに、やはり韓国としてはそういう日本と向き合っていくことはなかなかまだ準備が十分できていないし、日本が何を考えているのかということももうちょっとしっかりと知る必要があるというふうにおっしゃる方が多いんですね。したがっても小倉さんがおっしゃったように、やはり一緒に何かをしようっていう気持ちがまだ準備ができていない状況で、本来であれば同じ目標をお互いにこう向かって前に進んでいかなければいけないわけですけども、まずはお互いが顔を突き合わせてお互いのことをやっぱり理解する、その上で共通の目標というものを見つけて同じ方向を向かって進んでいく、そういうプロセスが必要なんですけども、残念ながらその90年代末の近代中小渕宣言の時に比べるとかなりやっぱちょっと後退した感じがあって、もう一度お互いを理解するところから始めなければいけない、そういう状況なんではないかなというふうに思います。皆さんどうですか。今の話非常に興味深いんですけど、やっぱり今政治指導者同士の信頼関係ってのはほとんどないですよね、で外交的にもチャンネルがないですよね、例えば日本の大使が、韓国の外交部長官外務大臣と会えない、これはもう異常なことですよね。そんな状態でその関係が、前の方向に進むわけがない、まさにその関係が良くなるような環境にないということがやっぱり大きいと思うんですね。でじゃあ指導者が変われば変わるのかというところは、私も西野先生と同じように疑問しています。やっぱり今日韓の間で最大の問題は歴史の問題ですね、歴史認識の問題で、その問題についてのその平行線というものが全く交わってない。本来は日韓でこの問題を解決していこうという、そういうこうムーブメントが起きなくちゃいけないのに、全くもう別の方向に走ってるという気がしますね。日韓で一緒にやるって、あと1分しかないけど一言だけ言っておいてくれますか。日韓で一緒になんかそういう検証をやったりするってことはもう難しいんですかね。いや市民レベルで一つのレベルではできないことないと思いますよ。それいくらでもあるんで、不登校の問題からですね、人口、人口の問題からいろんなここも山積しとるんでね、それは探し出して少しずつ、やっていくよりしょうがないじゃないですか。いやなんかね、ちょっとこれあれなんですけど、ごめんの、あれ河野談話の、ね、検証の発表、検証って言うんですか、あれも何のためにやったか一般的によく理解できないんですね。言い出した手前ね、あれなんでしょう、言い出した手前だからよくそういうことがやっぱり何のために何をやってるか分かんない感じがありますよね。やるんだったら一緒にそうやればいいですよね、一緒に検討しましょうとか、まあということがあると思います。じゃあちょっとここで休憩挟んで最後のセッションに移りたいと思います。私たちが政治家に白紙委員状を与えることができないというのはその通りだと思います。国民一人一人が自分の考えがあり、志があり、願いがあるわけです。まあ代表民主制という制度がある限り、もちろん国民が直接政治家に代わって政治を行うことはできませんけれども、我々は政治家にある当然の期待を持ち、注文があり、その枠内で政治家が
政治を行うことを要求していいことだと思うんですね。そういう意味では選挙民と政治家との間に永遠の緊張関係があってしかるべきだし、それが失われているのが今の日本の現状ではないかと思います。そんなことでもちろん政治家は自分の所信を国民に率直に説明し、それに基づいて我々は政治家を選び政党を選んでいくべきですけれども、そのコミュニケーションがうまくいってないと、国民をもっと考えさせ、国民にチャレンジし、自分の理想を国民に問うという姿勢を貫いてほしいというのが私の考えであり願いでもあるということが言えると思います。はい、じゃあ議論を再開します。最後のセッションなんですが、ちょっと話をしたいことはまだ結構あることに気づきましたが、とりあえずまず一つはですね、今回の世論調査は、まあ、今までは私たちは日本として、日本の私たちは民間としてこういう議論をしてたんですが、世界が関心を持ったのは今みたいなテーマではなかったんですね。実を言うと関心を持ったのは韓国がの国民がその二国間関係を考えた場合に日本よりも中国をに重要だという声が結構出てきていると、まあ、経済関係も非常に貿易額にしても中国との関係が非常に強くなっているという問題が背景にあるんですが、それからもう一つはですね、軍事的な、それと連動しているかどうかはあれなんですが、軍事的な脅威という問題を考えたときに、どこが脅威ですかと聞いたときに、韓国の人は北朝鮮が1位で2位が今まで中国だったんですが、中国ではなくなって日本が2位になって中国が3位に後退したと。逆に日本はですね、北朝鮮の次はもう中国がもう並びかけてきているという、非常に安全保障上のその軍事的な脅威感がこの1年で大きく変わり始めてきているねと。でその中で私たちから見れば非常に信じられなかったんですが、韓国の国民の中の、まあ、そんな多くはないんですが、日韓との軍事紛争というものが将来はあるかもしれないという声が世論調査上出てきていると。この問題は実を言うと私たちも非常に気になりまして、実を言うと世論調査発表した後世界がこの問題で議論が始まったんですね。なので私たちはこの問題はきちっと一応ここでも考えておかなきゃいけないと思ってるんですが、どうしましょう。じゃあもう一回西野さんから。その日韓の間での軍事紛争の可能性について、うん、韓国はかなりその高く見積もっているという、まあ、結果が世論調査で出てますけども、うん、これはやはり明らかに今の安倍政権の集団的自衛権に関する問題と、うん、シンクロしているというふうに思います。まあ、韓国の中では日本でもそうですけども、集団的自衛権のその行使の容認というものがどういうものなのかに対する正確な理解がないわけですから、うんうん、そういう中でそのメディアが安倍政権の、まあ、いわゆる右傾化という文脈の中で集団的自衛権行使の問題を大々的に報じる。で、まあ、それが日本がまあ軍事大国化してやがて地域の不安定要因として浮上してくる、まあ、そういう認識と非常にダブっているんだと思います。で一方で日本はやはり尖閣で日中で非常に軍事的な緊張が高まっていますから、日本にとっては中国が非常に軍事的な脅威として移る。で韓国は北朝鮮問題での協力という観点から中国は非常に重要であるという認識が強いですから、やはり対中認識についての乖離はますます大きくなっていく。それと同時に韓国から見れば日本はますます危ない方向に進んでいるという、うん、まあ、結果世論調査上も非常にある意味きれいに出ているんじゃないかというふうに思います。はい、いや今の話が私たちもいろんなアンケートで聞いたんですが、やはりそういう軍国主義とかいろんなその軍事的なそういう状況に見られるのは正確に言うと誤解なわけですね。完全に誤解なんですが、そう見られてもやむを得ないかもしれないという声が意外にありました。ちょっと今後からありますけど、井出さんどうですか今のこのところは。韓国の友人研究者なんかと話してても、うん、やはり中国要素っていうのはすごく大きいんですよね。うん、やっぱり日本から見れば韓国は中国にすり寄りすぎだと、うん、で韓国に住めれば日本は中国を敵視しすぎだという、うん、この中国に対する認識の違いっていうのは非常に大きい。うん、でイ・ミョンボク大統領の時にはもうアメリカ一辺倒で、うん、結局中国との関係うまくいかなかったっていう、その反省から、まあ、今韓国は中国を非常に重視してると思うんですけれども、うん、
あともやっぱり基本的な外交方針がパク・クネ大統領になってから明らかに大陸志向になりましたよね、うん、ですから日本やアメリカを見る、いわゆる海洋国家としての意識よりはユーラシア大陸国家として国を作っていこうというね、うん、まあ、そういうその大きな外交方針がやっぱり向いてる方向が日本と韓国で違ってきちゃったということじゃないかなと思います、うん、はい、小倉さんどうですかね、今のこの、まあ、世論調査、まあ、1回目なのでもうちょっと経年的に何回もやっていかないと本当のことは分析できないんですが、ただ一方でその、まあ、あの、まあ、これは日韓の対立があのそういう状況を強引に加速しているということではないと思うんですが、まあ、あの韓国自体、まあ、中国との経済的な関係を含めてですね、やっぱりその非常にその重要性ということに関して、安全保障上というのも経済的なことを含めてですね、あの大きなこう変化がひょっとしてあるんじゃないかという気もちょっとしてるんですが、小倉さんあたりはどういうふうにご覧になってますか。まあ、その非常に皮肉なことを言えば、そのやっぱり日韓関係の悪化も日中関係の悪化っていうのはですね、やっぱり東アジアにおいてパワーシフトが起こっていると、うん、いうことの一つの反映であることは間違いないと思うんですよね、うん、でこのパワーシフトっていうのはいくつかの面があって、まあ、一つは日本のまあ経済力が落ちてきてるというか、まあ、相対的にですよ、うん、アメリカも相対的には落ちてると、うん、で中国の力が非常に、まあ、強くなってるしね、それからまあ韓国も世界のまあ経済的に言えばね大きな国になってきてると、他方北朝鮮がこういう状況になるといったね、その中でのねいろんな意味でのまあロシアの問題もあるし、パワーの微妙なねパワーシフトが起こってくるんだと思うんですよ。ただそのパワーシフトの方向がどっちなのか、またどうあるべきなのかということについてね、うん、明確なそのビジョンがアメリカも持ってないし日本も持ってないし中国も持ってないと、うんうん、例えば中国の将来についてもですね、一体どういう社会を本当に中国が作ろうとしているのかということについては必ずしも明確ではないんですよね、うん、で彼は例えば一番ね私は問題だと思うのは、この間あのアメリカと中国が米中経済対話やりましたね、あの時に大国って言葉を自ら言ってるんですよ、うん、中国がね、うん、だからつまり大国だと自分を大国だというふうにね自分から言うということは いわゆるまあ大国主義だとまあ言う、うん、ね、思われてもしょうがない面がありましてね、したがってそのやっぱりそのそれはしかしながらやっぱり中国の自信を反映してるし中国の実際の力も反映してるんだと思います、うん、でこのパワーシフトに対してどうするかというと、やっぱり各々の国なりですね、の国民がやっぱり将来のありうべき姿ね、うん、東アジアのありうべき姿はどういうのがいいのかと、うん、いうことについてですね、中国国民も韓国国民も日本国民もね、それぞれよく考えてみると、うん、例えば民主社会、民主主義をね、うん、民主主義が中国に、定着する、それはいいことなんじゃないかと思いますがね、うん、朝鮮半島の統一、どういう形の統一がいいのか、うんうん、そのことについてやっぱりですね、一つ一つの国々の国民がそれなりのビジョンというものをね、まあ、今すぐは持てないと思います。で持っていくようなこと、それからその対話をしていくということがね、やっぱり一番大事な時期に来てんじゃないかと思います、うん、もう一つはね、軍事力行使の問題ね、うん、やっぱりね、集団的自衛官とかなんとか言いますが、そもそも国際社会において軍事力をこの行使をどう考えるかということについてはね、やっぱり重大な違いがありますよ、うん、韓国と中国と日本の間に、うん、日本はそれは何と言ったってその海外に自衛隊を派遣して軍事力を国際社会によって行使するってことについては原則としてはやらないという立場を ね、平和憲法ですよ ね、それは崩してないわけですから、うんうん、その人はやっぱり北朝鮮と対決してるとかね、やっぱり台湾もあればね、チベットもあればですね、新疆もあるというようなね、そういうところのその中国の軍事力行使についての考え方とね、やっぱり随分違うんですよね。だからそこはね、うん、やっぱりそのもっとお互い の真意といいますかね、考え方を、ね、話し合うということは必要なんで、そういうようなことをやっぱりいろんな層でね、いろんな機会にやっていくよりも、うん、やっていくことが大事な時期に来てんじゃないかと、はい、こう考えます、ね、いや今の小倉さんの話が実は僕の一つの結論になっていってまして、その議論の中に多分お互いが協力し合う本当のビジョンなり理念が統合していくんじゃないかって気がちょっとしてるんですね。ただこのパワーシフトをベースにした形で各国がどう生きていけばいいのかっていうことなんですね。で日本では当然全くそういう議論が政党政治も含めてあまりない状況の中で動いてるんですが、世論調査ですね、ちょっと面白い、なんとなくこうお互いの認識ではないんですが、これちょっと面白い傾向があったんですが、これからの世界政治をリードする国はどこなのかということで、韓国はですね、見事なほどに米中 G2 になったんですね、今回 81.2 と 81.9
9%、全く同じ数字。つまり10年後はアメリカと中国っていうものが世界をリードする。だからアメリカ、あの韓国の国内でバランス論っていうのが出たとしても、それは国民の世論としても裏付けられているような気が見えてしまうんですね。それに対して日本はあくまでも米国、そして G2、G7、8、 中国の存在は世論の中で 14.8%、 有識者でもあの中国の存在はですね 38% ですから、そんな大きくないわけですね。つまりその国民の中に、国民なり有識者層も含めた形での将来の姿 の、 あのパワーの展開があって、その中にどうすればいいかと。で、多分アメリカの中にその二面性があるために、それにあの米中が仲いいという状況でバランス論がやり、対立の状況に日本が次第に自衛権があるように多分見えてしまうんだけど、そこのあたりがどっかで整理されないと、朝鮮半島の方針も含めていろんな形で差が出てくるんじゃないかという気がするんですが、西本さん、どうですか、ここは。そうですね、私もあのこの、まあ、いわゆる米中 G2 という、うん、あの認識が韓国で強いというのはかねてから承知しておりましたし、調査でも非常にきれいに出ていると。で、日本は一方でそのアメリカ 47% で、次が G8、G7 という、まあ、38%、まあ、どちらかというと多極的な秩序感を持っているというのがこの調査の結果ですけれども、ただ日本が韓国のことを誤解していけないのは、その日本の中で今その韓国はアメリカと中国でバランスを取ろうとしているという、まあ、こういうあの発言、認識がよくありますけども、私が見るのはそうではなくて、基本的には米韓同盟をしっかり維持しつつ、いかに中国といい関係を作っていくのかというのが韓国の基本的な問題認識であって、そこは日本は誤ってはいけないと思います。ただ一方で、韓国の中にもいろいろなやはり迷いがあって、中国との関係を両立維持していく、発展させていくのと米韓同盟をうまくやっていく、必ずしもこれはなかなか両立が難しいなということを、今回のその中韓首脳会談の結果をもって、かなり韓国の方々は感じるようになっていると思うんですね。で、そこを日本がどういうふうに読み取って、韓国の考えをしっかりと把握し、日本の戦略の中に生かしていくか、まあ、そこはまさに対話が必要な部分なんだというふうに思います。あの、韓国はいずれ中国の側に行ってしまうんだという突き放した見方をするのか、韓国の悩みは韓国の悩みとして我々としてもしっかりと理解し、まあ、そこの中から日本と韓国で共にできる部分を汲み取っていくのか、そこはあの小さいようで非常に大きな違いなんだと思いますけども、果たして日本の現在の日本にそれだけの余裕というか度量があるのかどうか、私はそれをぜひ示していかなければいけないというふうに思っています。いや、今の話なんですが、私もちょっと韓国に行っていろんな話をしていて、確かに迷いがあり、そこに対してその行き過ぎたその印象を作る政権に対する批判もありました。まあ、ちょっと日本に対しても同じ日に行われたことに批判があったんですが、ただやっぱりここあたりを本当にその中華あのアメリカをベースにした形とか、いや、あの本当にそういうふうな秩序ということを安全保障上も必要だとすれば、日韓がこういう形でずっと対立をしてですね、首脳会談も政府間外交が全く停止しているという状況は望ましくないのではないかと思うんですが、井出さん、どうですかね。まあ、もちろんそうですよね。で、まあ、例えばその北朝鮮への対応であるとか、あるいは中国に対する対応ということで言えばね、日米韓という枠組みというのは非常に重要で、それをなんともっと強化しなくちゃいけないという点では、これは日本だけじゃなくて韓国も同じ認識でいるわけですよね。で、私はね、もっと大事だと思うのは、そういうその目先の問題だけじゃなくてですね、例えば東アジアというもの、先ほど小倉さんもおっしゃったけども、東アジアをこれからどうしていくのか、中国がいつまでもね、共産党支配の国のままでいるのか、あるいは中国に民主主義を定着するというためにはどうすればいいのか、あるいはまあ2050年ぐらいになればですね、中国も韓国も少子高齢化していくわけですよね。日本と同じように老いていくわけですよ。そうした時にその共通の課題をどうやって克服していくのかというね、そういうやっぱり大きな問題に向けて、それぞれが考え、協力できるものは一緒に協力していくという、そういうもっとその先を見据えたようなね、協力の仕方というものをもっと本気でやっていく必要があるんじゃないかなと。ただ北朝鮮が脅威だから一緒にやりましょうと言っていてもですね、それはまあ言葉悪いですけど、お題目に終わってしまう恐れあると思うんですね。うん、小倉さん、今の話もだんだん皆さん大体近づいてるんですが、
ただやっぱりそこまでのビジョンをベースにして、その日本の民主主義のデモクラシーの中で政党が競争してですね、国民に説明してなんかっていうサイクルに全く入ってない状況は今あるわけです。逆に日本の中で日本がどうなっていくんだろうかと、まあ、近隣国が気にされるような状況も一時あってですね、やっぱり日本に今何が問われているんですかね、この日韓を考えるときに。僕はね、その皮肉な言い方をすればね、やっぱり多様化社会がね、多様化された社会がやはりいい社会なんだという考え方をね、やっぱり日本ももっと前面に出すべきだし、また同時にそれをね、中国や韓国に対しても日本は言うべきだと思うんですよ。遠慮することはないと思う。それは過去の問題あるないと思ったりとは関係ないんでね、やっぱりそのということは逆に言うと、国際社会もですね、もちろん国際社会の秩序、国際的な秩序を維持するために、現実主義的でなくちゃいけない点はあります。ですからそれはアメリカのリーダーシップとしては大事ですけども、同時に、ね、やっぱりその各社会が多様化していくってことは国際社会も多角化していくと、いうことがね、まあ、国際社会の民主化と国内の一つ一つの国の民主化と同じレベルでは話せませんけれども、しかしながらこう基本的にはね、やっぱり人権、民主、自由っていうのは国内でも国際社会でもね、やっぱり貫くべきその価値なんだということを日本がもっと前へ出すべきだと。だからその過去の問題もね、考えてみればあれは日本が人権を無視したという点もあるわけですから、そこはもう重大な反省をすると同時に、やっぱり日本もその民主主義を守っていくんだという姿勢をね、きちっと中国、韓国に対しても出すべきだし、やっぱりそこの相手の国におけるですね、そういうことに対しての、まあ、その問題がある点はね、何もその政府間でどういうかは別として、やっぱり市民対話というようなところでは、ね、大いにそういう問題も取り上げていったらいいんじゃないかと、だから社会の寛容度といいますか、ね、やっぱり社会の寛容度を広めるにはやっぱり社会が多様化しないといけないわけです。でやっぱり見るとね、やっぱり対日感情なんかもね、結局のところ社会の寛容度、それから社会の多様化っていうものがね、十分できてないところこそですね、やっぱりどうしてもね、日本に対する感情がね、妙なところが出てくる気配があるんですよ。だからやっぱり日本の方はやはりその社会の寛容度、それから社会の多様化、そういうことをね、自分自身もやると、同時にそれを他の国もね、まあ、要求っていうか他の国もそういうことになってほしいという方針でいくことが大事じゃないですかね。西野さんどうですか、その今後日韓関係をもしくは改善なり未来に向けたね、まさに関係にしていく場合に何を今韓国でやっていかなきゃいけないし、また日本自体は何を問われてるんでしょうか。まあ、やはり一番重要なのは日韓関係が本当に重要なのかというその疑問が今両国の中で非常に高まってきてると思うんですね。でこれはなかなかうまく説明できない、私もなかなか十分うまく説明できないんですけども、本当に重要なのかっていうのをまあ今考え始めてるわけですから、それをさらに深く考えて、まあ対話をして、やっぱり重要なんだという、おそらく結論に私は至ると信じてるんですけども、まあ、そのプロセスの過程だと思います。でそのいかに重要かというところを我々がもっと示していく必要がある。ただまあ日韓関係というのは今小倉さんもおっしゃったように、基本的には関係としては深まっているんですね。なので我々は日韓関係どれほど重要かというのは実はあんまり体感できてないんですけども、日韓関係がいいということを我々すでに享受してきているわけで、それがなくなった時にどうなるかという、まあ、いわゆる機械費用の問題になってくるんですけども、そこはなかなかやっぱり体感しにくいわけなので、そこをこういかにうまく説明し、お互いに感じるようにしていくのかというところが重要なんだ。そういう意味でやはりこの対話を深めていくというのは私はまだまだ意味があるというふうに感じています。確かに。これあれですか、日韓関係はなぜ重要なのかと。そこからズバッとやりますか。今度はどうでしょうか。面白いかもしれませんね。伊藤さんどうですか。もう最後のコメントになるんですが。僕は小倉さんがおっしゃった社会の寛容度というのは僕すごく大事なことだと思うんですね。で僕は日韓関係というのは一種のリトマス試験紙だと思うんですよ。その日本というのは民主的で自由で経済的にも豊かな国なんですよね。でにもかかわらずこのところやっぱりね、その他者に対する寛容度というものがね、もう明らかにね失われてきていると思うんですね。例えばその人種差別的な言動がもうそのネットレベルじゃなくてもう堂々ともう世の中に公言するような人が、ね、増えてきた。都議会の野次事件もそうです。そうなんですと思いますよ。だからそういったその日本人 その他者に対する寛容度がなくなってきたっていうことをもっと深刻に受け止めてね、その今の日韓関係っていうのは韓国が悪いんだ、あるいは政治指導者が悪いんだってんじゃなくて、日本人の問題なんだと、自分たちの問題なんだっていうふうに
受け止める必要があるんじゃないかなって、もっとそういうことに対して危機感を持つべきじゃないかなというふうに思いますね。はい、これで議論を終了させていただきたいんですけど、もう大丈夫ですか。今日はですね、私たち非常に議論したような気がします。つまり、少なくとも僕たち自身もですね、なんで日韓大事なんだ、重要なのかとか、将来どうしていきたいのかとか、いろんなことをまだまだ議論が日本の社会で不足してるなと思うし、政党側にもそれをきちっと競争できるような環境、それをプレッシャーかけるような有権者の力が必要かなという気はしています。とりあえず私たちは7月18日ソウルで韓国の人たちと13対13でオープンで議論します。多分今のお話は非常に重要なお話がいっぱい論点がありましたので、これをそのままですね、ぶつけてみようかとちょっと思っています。そういうことで、こういうふうな対話が日韓で始まっているということもぜひ皆さんに知っていただければと思います。ということで、皆さんどうも今日ありがとうございました。